はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ本日なんですが、いよいよね、強化されました、やっと実装されました、タルヒのまやかしちゃん、これ使っていきましょう。タルヒのまやかし、雪女っていうモンスターと、あとそれからですね、桜花妖霊丹まやかしランディ型っていうのが今回の、メインになってるんですけども、デッキ、まず、こいつめちゃくちゃ強くて、まやかしってどういうデッキかっていうと、基本的にはこの、ハジュンのを手札に握って、これ召喚と小召喚に成功すると、デッキからまやかし出せるよっていう効果あるから、これで、ダッキっていうモンスターをね、出して、でシンクロ召喚をしていくっていう効果になってます。で、ダッキっていうモンスターがエクストラデッキからまやかしが出てくると、自分の墓地からね、ダッキが蘇生できるっていう、なんか無限に返ってこれる効果があるんですよ。だからこれでなんか段階的になんかシンクロのレベルをどん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 上げていったりとか、あとリンクの数を上げていったりっていう動きがメインになっていきます。ダッキが無限に墓地から蘇ってくるって感じですね。はい、だからお察しの通り石突きメイクとかにめっちゃ弱いです。はい、でこのギミックを使うにあたり、なんでそんなにシンクロモンスターとか墓地にまやかしっていうのを送るかっていうと、墓地から特殊召喚した時の効果がまやかしモンスターたちにはあるんですよ。っていうか基本的には墓地からも特殊召喚した時の効果しの方がメインで、なんかフィールドにいるときはほぼバニラみたいな感じです。例えばヨーコだったら墓地から特殊召喚したらモンスター破壊したりとか、天狗だったら、魔法トラップカード破壊したりとかっていう動きがあるんですけども、この辺は墓地から特殊召喚しないといけないんですね。で今まではそのムーブをするときに、基本ムーブするときに墓地から特殊召喚するっていう方法がもうあまりにもなかったんですよ。でこのモンスターの、テキスト読んでください。墓地の3番目、墓地のこのカードを除外して自分の墓地のモンスターおよび除外されている自分のモンスターの中からアンデッドシンクロモンスター1体を選んで特殊召喚する。この効果は相手ターンでも発動できる、つまり死者蘇生を相手ターンに打てると、このモンスターが墓地にいれば。これめちゃくちゃ強いです。まあなんかフリーチェーン目付きみたいな感じですね、簡単に言うと。これがね、来たことによってヨーコとか、天狗とかの効果をバンバン起動していけるようになりました、相手ターンで。これがねなかった時どうやって戦ってたんだっていうレベルで強いです、これ。はい、でまあ、今回のデッキは階段式シンクロをして、まあ、戦っていくっていうデッキで、さらにタルヒのまやかし雪女の効果を使って、墓地からの蘇生狙っていくんですが、まやかしにはですね、まあ、そんなことしてるだけでは正直環境勝てないっていうのがあるんですよね。まあ、1枚破壊した程度では止まんないとかあるじゃないですか。やけくそカードっていうのがありまして、それが桜花妖霊丹まやかし知らぬい語りっていうこのカードですね。はい、まあ、このカードは簡単に言うとバニティスペースです。激肝トラップの一種ですね。自分のフィールドのまやかしシンクロリンクモンスターか知らないシンクロリンクモンスターいったらリリースすると、このターンお互いに手札デッキ、草デッキからモンスター特殊召喚できない、つまり墓地からしかモンスター、墓地からか除外ゾーンからしかモンスターを特殊召喚できなくなります。バニティスペースです。キモいでしょキモいんですよ。エクストラデッキからモンスター特殊召喚できなかったら大体のデッキ詰むので、まあ、これを先行でセットして、で自分のリンクモンスターとかを適当に墓地を送れば、もう相手のターン完全に制圧できます。はい、でしかもまやかしカードなんで、普通にまやかし回転とかからサーチできますし、はい、普通に強いです。先行でこれ発動できたら、まあ、ほぼ勝ちまであるな、大体勝てる。というわけで、なんかまやかしっていうギミックがなんか大したことなかったんですけど、なんかこのトラップカードが来たことによって一気に、まあ、強くなったし、一気にクソゲー感が増しました。はい、というわけでこのまやかし知らぬやけクソ語り使っていきましょう。やけクソ強化すぎて草レベル3倍。久しぶりにこのデッキ触ってるわ、久しぶりだ本当に。いやハンドマン結構強いですねこれ。ああなるほど、ハッカーナも引いた、強い。一応除外ゾーン見るけど、ダッキ残ってます、大丈夫ですね。これダッキ全部飛んだんですよさっき。はい、ゴードンでダッキ全部飛んで世界が終わるっていうことさっき起きたんで、まあ、それだけ注意ですねめったにないですけど、めったにないけどね、主攻それはね全然無理なんで、普通にハカラも握ってよかった。いや主攻めちゃくちゃ強いんだけど、あとコストが弱いですね。コストこれ石津だったらそれはそれで終わってた。石津ギミックちなみにめっちゃ辛いです。墓地のダッキとか蘇生先めちゃくちゃ戻されるんで、まあきついですね。なんで石津先に実装した、普通さまやかし新規実装してから石津じゃない、どう考えても。こんなに墓地利用するデッキ他にないよ俺と思うけどな。ちょっとハンデスして
あー、なるほど。パッチワークかな、多分パッチワークだね。このパッチワークで、まあ、一応1枚ドローがあるけどめんどくさいけど、まあ、次のターンの準備されるよりは、まあ、1枚ドローを見た方がいいんじゃないで、スーパー階段進行します。まやかしというねモンスターの、まあ、ギミックを一応説明しておくと、ダッキっていうモンスターがまやかしが、エクストラデッキから特殊召喚されるとなんかあの蘇ってくるっていう効果があるんですよね、自分の墓地から。これがターン1なく、この子発動するターンも完全にまやかししか出せないよっていう効果あるんですけど、もうとりあえずなんかダッキを無限に蘇生させてこれって、でどん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 シンクロのレベルを上げていったりリンクのレベルを上げていくっていう、まあ、通称マトリョーシカシンクロ、はい、マトリョーシカシンクロと僕は呼んでいます。通称ちょっとめっちゃ長いところで、一旦最終盤面までカットしていいですか。これ OCG だとね、なんか相手に聞いてさ、あなんか言うはずなかったらもうなんか最後まで言っていいですかって言って聞いて、あのリンク4をいきなり出すみたいなことできるんだけど、あのマサデール君のいちいち やんないときはめっちゃうざいっすこれね、紙の方だと、あの OCG だと操作すっ飛ばしてめっちゃ楽だから、まやかし使いたい人はマジで OCG で回した方がいい。マスターデュエルはなんか右手が疲れるダッキが無限に蘇ってくるからめちゃくちゃ疲れる。これ雪女なっちゃった方がいい説ある。まあでもなんかリンク召喚した時に効果無効一応使えるから、まあまだ取っといた方がいいか。エンドロな、これは。まあいや、なっちゃってコストにした方が強いか。今ここリンク様で行った方が強かったのか多分。まあいいや。はい。で、とアルビオンで、楽園系のマジックトラップカード落ちっくりながら1枚ドローは別にどうでもいい。まあ、裏側有楽園英語に打てばいいから。はい。で、1枚ドロー。あ、キモ。お前、右手強えな。よかった、裏側持ってて。裏側持ってなかったら正解終わってたわ、多分。終わってもねえか、別に。多分これは桜花妖霊ターン、まやかしやけくそ語りっていうあの最強のトラップカードあるから、まあ、これ打てばもう大体止まるんだけど、多分大丈夫だと思います。で、1枚は1枚わかんねえな、ドローか、トップドローしたカードだかわかんねえな。で、楽園融合も打つしかないんだよな、でも多分これ打つしかない。楽園を打って、で絶望対話拒否アルティメット最強、桜花妖霊ターン、まやかしやけくそ語りを発動、やけくそ効果、つららのまやかし、雪女を墓地に送り、このターンお互いに墓地以外からモンスターを特殊召喚できないキメキメ、もう実質バニティスペース、実質ね、このターンお互いに手札デッキ、クソラデッキからモンスターを特殊召喚できない。キメーキメー、殴りもしねえのか。殴りもせんのか。なるほどな。まあ、じゃあ一応使っといた方がいいな、これ。タールの火のまやかし、雪女の効果を発動するぜ。このカードをゲームから除外すると、自分の墓地から、まやかしモンスター相対を特殊召喚するという効果を持っている。そして、この効果は相手ターンでも発動することができるため、いやこれも普通に雪女でいいか。雪女で打点ゼロ、墓地からモンスターが特殊召喚されるとフィールドのモンスターの打点をゼロにできるというやばすぎる効果を持っている。はい、ワンフォーン来た。ではですね、先ほど使いました、あ、目付きもいいのか、もうこれ何でもいいの俺、まあ、まやかしの基本勝ち筋はこうですね。はい、一旦もう1リンクした方が良かったと思いますけど、これリンクさんだから、その初期一番最初のターンでリンク3作っといた方がなんか強そうな気はするんだけど、ですね、まあ、とりあえず高数章で、まあ、効果発動して、はい、で明らかにやばいですね、これこうしまして、でこれでバトルフェーズですね。はい、足りてますよね、だってね、 OK。 桜花妖霊ターン、まやかしやけくそ語りでエクストラデッキからの、特殊召喚というか、もうほとんど特殊召喚を封殺して、で次のターンのこのまやかしの圧倒的墓地リソースを使ってワンキルしていくと、これがネオニューまやかし乳輪大回転地上最強やけくそデッキよ。
いやハンド100点かもしれんけど、ハンド100点かもしれんけど、どうだろう、まあ、割と誘発はそこそこ入ってんですよ。一応純正構築ですけど、結局なんかハジュンが引けなかった意味ないけど、このデッキ将来心、いやもうさすがに増時打つしかないんじゃないこれでこの後レッドって言われるのきついもんな。普通に増時投げるしかない。これで賛成の際って言われたらおつや、おつやでもねえか、別におつやでもねえわ。ハジュン2枚の最強だわ。あーいやきついよ、もう先にうらら打ちたかったけど無理なんだもんね。だってここにさうららって言ったところでさ絶対はから使ってくんないもんね相手。いやこの順番な。あとはじゃあもうお祈りギガンティックにうらら打つしかねえなお祈りギガンにうらら打つしかねえ。頼む、ちょっともうレッド召喚や特殊召喚やめてくれ。開門はもういい、本当にレッド特殊召喚だけ本当にやめて。まあでも言うてレッドだけだっていいか、レッドだけだっていいよ、レッドだけだったら、レッドだけからのギガンティックだって別にうららがあるから。で暗黒の将来師いい、いやここで、あーよし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 、ある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 、全然ある全然ある全然ある、全然ある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 これはある。ちょ向こう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 、いや2枚はないし、さすがに魚なんかあんだよな、なんかあんだよな、なんかあんだよ。ヒンテレとかですかね。じゃあ、あーよかった、スプライトスターターじゃなくてオッケー。まあ、筋トレだったらまだそんなに展開伸びないでしょ。ここから何が飛んでくんだ、もうエルフで釣ったところでそんなに強いモンスターいだろうしな。開門、まあ、エルフと開門があるから一応レベル2を供給することはできるが、いやでもそんなに強くないんじゃね。ギガンティックスプライト今1回効果無効にしたからもう2回使えないし、多分本当にマスカレーナとかそっち系なんじゃないかなと思うんだよな。出てくるのマスカレーナエルフみたいな感じなんじゃない、そんな強くなそう。で、開門効果、手札1枚切って、ガンババーストね、オッケー。で、ガンバ、切って、あー、オッケー、オッケー、オッケー、いいよ。2体で、マスカレーナとかですかね。あー、決め、絶対ガンマあるやん。絶対ガンマある宣言は草。裏で1回止めるか。ちょ、待ってよ。ガンマ絶対ある宣言結構やばいんだけど、とりあえず入輪大回転を発動。入輪大回転の効果によって、デッキから、まやかしカードを1枚手札に加えることができる。まあさすがにちょっと雪娘さんがいてくれた方が安心ですね、貫通札的に。で翼のまやかし波順召喚、イケメン召喚効果発動で、まやかしのイケメンの効果でデッキからまやかし出してくる。でギアフレーム来る。でここでうらら打って、ダッキにはアクセスして多分これでいけると思う多分これでガンマの打ちどころ、まあ、違う違う、ガンマは単1ないので一応どっかでもう一回打たれるんですけど、ここでダッキさえ出せれば多分大丈夫なんですよ。はい、なんでかっていうと雪娘もいるん でチェーン的にも大丈夫ですね。でおぼろ車と、リンク召喚するでしょ。普通にでもこれ相手一妨害だからな、一妨害も超えらんないデッキはデッキじゃねえもんな一妨害も超えらんないデッキはデッキじゃねえから、まあ、これはまあ多分まくれる。でダッキ効果で特殊召喚したいです。でガンマ効果、出てきます。で無効にされます。まあ、つまりダッキが出てきませんでしたとなるんですが、はい、でパーコーン破壊されて OK。 でここで雪娘効果発動、まやかしがフィールド上に存在する場合こいつを特殊召喚できて、あでエルフね、オッケー。でこっからエルフ出てくるモンスターもそんな強くないので、まあ、ギガンティックスプライトどうでもいいです。でですね、雪娘は、自分の効果で墓地か手札から特殊召喚できて、特殊召喚に成功すると自分の墓地にアンデッドズモンスターを送るよっていう効果があるんですよ。でここで目付きを墓地送って、で目付き効果で、自分の墓地からこのカードゲームから除外すると自分の墓地から、まやかしモンスター出せますよっていう効果あるから、目付きの効果で、チューナーをもう一回蘇生して、はい、でダッキ出す、ここで貫通ですね。 OK、 これで、
マトローシカ復活、マトローシカ修正完了、マトローシカ連続シンクロ召喚いくぜ。はっ、土雲シンクロ召喚成功時ダッキの効果発動。はい、出てきまーすうるさいです。さあこっからは連続いくぞ、ダッキちゃん過労死してくれ。いくぞ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 。自分の墓地から、モンスターが特殊召喚されたため、相手のフィールド上のモンスターの攻撃力をゼロにし効果を無効にしていくぜ。これ壁多すぎてワンキル取れねえな、壁多すぎてワンキル取れねえ問題発生。まあしょうがねえか。開門ギミックは残しとくとめんどくさいことが起きそうなので、開門ちょっとしょった方がいいかもしれないですね。まあ、とりあえず全部ショッター。これで盤面に残るモンスターはいない。で、メイン2入る。で、まあさすがにちょっと一回天狗出しよっか。天狗出してあれ割っとこう。さあ、効果発動するぜ。天狗ちゃん爆誕させて、で、天狗効果で、相手のフィールド上、墓地から届く召喚成功した場合に、相手のフィールド上のマジックトラップカードを選んで破壊するという効果。で、一回リンクに出して、いやこれやっぱリンクにもう一枚いるな、リンクに3枚ですねこれ多分。これここでリンク3出してもう一回リンク2にするとリンク3が墓地いっていることになるから、いやこれ多分リンクにもう一枚だなな気がするわ。ちょリンク4のモンスターちょっとフィールド上に1体しかいないので、リンク3で ここでもう一回リンク4、リンク4にできないですよこれ。だリンク2にこう作れるよ、出るようにリンク2をこれ多分3枚だ、うん、デッキ分かったわ。はいはい、エクストラデッキ分かってきました、完全にまやかし。まあでも言うて手札1枚から返せないでしょこれ、手札1枚から返せない。 OK よし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  OK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 
まやかしってやっぱ意外と奥深いの。対戦ありがとうございました。同時 OK、 ありがとう。さあこのデッキが終わったら、まあ、次はボーンタワーの出番だな。参戦悪くはないな。参戦あるんだったらまだ参るかもしれねえ。あやばい無理かもしれねえ、無理かもしれねえ。これ何で、あノイドか、しインフェルノイドにちょっと芝刈り打たれたら世界終わりそうなんですけど、これ大丈夫ですかね。俺すげえなんかあの幻明も入ってんだけどでビーストウォルフ出てきて、あアギトもケルベゲもしてんの。いや待って、それは強すぎないか。ちょさすがにやばいってそれ。あかん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 、ネクロフュージョンとか入ってる、やばい。あれかな、あのインフェルノイドティエラ爆誕させるやつかな。俺ケルベクと、アギドの効果でなんか幻明があると、墓地からトラップからセットできるっていう効果と、なんかあのさらに追加で5枚墓地をくれるっていう効果なんですけど、やばい出てきすぎでしょ。いやさすがにそれは上振れすぎじゃない。うわさらに名推理まであんのやばすぎ。ノイドは1だよな確か。レベル1を宣言すれば一応なんかデカトロンで止まってくれる気がするので、まあ、一応ノイドで相手だったら一応選択しろっておばあちゃんが言ってました。やばいやばいやばい、なんか ALA 墓地落ちてんじゃん。デッキ切れるぞ残り何枚だ、2枚、残り1枚かだからこれで出てくるから、おデッキ残り1枚だ、大丈夫かこれ。いやーまあでも ここでデッキ切れ勝利あったらワンチャン。レベル4が4体強すぎる。何うわーきつ、終わっ、ギミック完全否定されましたダッキ蘇生できんかったらこのデッキ何もできないんだって。どないしよう、満面にモンスターなんか頑張って鍋しかないな。ネクロフュージョン、はい、さあ深淵の効果発動して自分の墓地、あ俺の墓地のカード一切使えなかったので、もう完全にギミック否定されてるんですけども、ネクロフュージョンでこれ一体何が出てくるやつですか。ああ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 あ
何枚除外したのこれ。いやこいつなんか種類によって効果かんだよな。なんか何種類除外した。墓地送るカード何これ何これ何これ。あエクスターデッキから墓地送る効果あったな。そんなのやばいわ。ちょっと待って、さすがにリンクモンスター1回ショッパー効果でシンクロモンスターいなくなるとちょっと困るので、でも家にそんなに困りはしないな今のところ。40あでもえ相手デッキなくなったぞ。やばすぎ。10種類以上お互いの手札のカードを全て墓地送る。やばい、やばいけどさ、待ってこれちょっと俺冷静に考えたんだけど、相手デッキ0枚じゃね。えあれこれなんか戻すカードあんの。えデッキ0枚無時計で落ちてる。あれ落ちてないよね。えこれターンエンドしたらどうなる。えだからデッキないけどあなた。えデッキないよ。嘘でしょ、嘘でしょ、お前何がしたいねん。